ムスタファ・ケマルム・ジー・イゼットは、イングランド・ロンドン・マイルエンド出身の元サッカー選手、元トルコ代表。現役時代のポジションはミッドフィールダー。幼少時に、イングランドに移住した、トルコ系キプロス人の父とイギリス人の母を持ち、弟のケマルもサッカー選手。初期地元ロンドンを拠点とする、ウエストハム・ユナイテッド FC のファンであり、トニー・コティー。 フランク・マカベニー・トレバー・アブ・ルッキングといった選手がアイドルだったイゼットは多くのイングランド代表選手を輩出しているセンラブ FC を経てチャールトン・アスレティック FC そしてチェルシー FC の下部組織に在籍する。チェルシーではトップチームに昇格するもグレン・ホドル監督体制下での出場機会はリザーブチームに留まっており移籍を考えていたのを コドル監督に告げたところ、それから一週間後にフットボールリーグチャンピオンシップのレスターシティ FC から期限付き遺跡での獲得オファーが届いていると知らされ、1996年冬に同クラブへ期限付き遺跡に出されることになった。レスターシティレスターシティでは、シェフィールドユナイテッド FC 戦で遺跡後初にして、プロ初出場を飾り、以来、 定位置を確保すると、わずか2ヶ月半後にはエンブリースタジアムでのクリスタルパレス FC とのプレーオフ決勝戦にも先発出場し、ニール・レノンと中盤でコンビを組んで、プレミアリーグ昇格に貢献。シーズン終了後には遺跡金65万ポンドで完全遺跡を果たした。プレミアリーグに昇格してからも、オニール監督の下で、レノンと中盤でコンビを組んでチームを支えており、 昇格一期目ながらリーグ戦を上々の9位で終了するとともにフットボールリーグカップを獲得する一定の成功を収めると以後の3期ではリーグカップで2度の決勝進出に加えてリーグ戦においては10位、10位、8位と安定した成績を残していた。しかし1999から2000シーズン終了後にオニール監督が辞任し 後任のピーター・テイラー監督がチームの野台骨というべき選手を複数人放出したことを契機にチームは加工戦をたどっていき特にテイラー監督体制下2期目の開幕戦において昇格組のボルトン・ワンダラーズ FC 相手に0から5で大敗したその後もチーム状況が上向かなかったことでイゼットは同シーズン前に残留を誓っていたにもかかわらず2001年秋に 遺跡要望書を提出しており、シーズン終了後には、恩師オニール監督が率いるスコティッシュプレミアリーグのセルティック FC への遺跡を望み、また、ミドルズブラ FC からはオファーが届いていた。しかし、クラブ側は遺跡金600万ポンド以下での売却には応じず、最終的に、イゼット自身も降格したチームから逃げたと思われたくなかったことで、ミドルズブラへの遺跡を取りやめた。 2003年3月に遺跡要望書を取り下げたように、以降は、レスターシティでのプレーに集中し、2002から03シーズンを2位でのプレミアリーグ昇格達成に貢献した。2003から04シーズンはチームが低迷する中、2004年1月に、アストンビラ FC とブラックバンドオーバーズ FC からの遺跡金50万ポンドをクラブに拒否されたものの、シーズン終了後に、 再び降格が決定すると、自身の賃金が多大な負担になるとの理由で2004年5月8日に、対談が決定した。後期2004年6月3日に自由契約選手として、バーミンガムシティ FC と3年契約を締結する。9月25日のボルトンワンダラーズ戦で早速、初得点を挙げて好調な出だしとなったが、度重なる、膝の負傷に悩まされた結果、 2006年6月27日に31歳で現役引退を表明した。2009年11月28日、レスターシャーシニアリーグのサーマストンタウンで現役復帰をする。しかし、数日後に膝の状態がかんばしくないために毎週プレーする、不安をおとろし、その後プレーすることはなかった。現役引退後の2013年11月に、レスターシティ時代の同僚で、 元サッカー選手のスティーブ・ウォルシュと共にサッカーアカデミーを立ち上げた。イングランド代表、トルコ代表での出場資格があったイゼットは自分はマイルエンドに生まれたしトルコ語も話せない。それにトルコには親戚もいないとイングランド代表でのプレーを夢見ており、クラブでの活躍からメディアも注目していたが中盤の層の厚さからケビン・キーガン監督から 招集の声がかかることはなく、2000年6月15日に UEFA ユーロ2 0 0 0のスウェーデン戦において、トルコ代表として初出場を飾った。2 0 0 2 f フィファワールドカップでは、準決勝ブラジル戦のみ、それもわずか16分の出場のみにとどまったものの、忘れられない経験だったと語った。出展、その他の公式戦出展、レスターシティ、ありがとうございます。